マコナコです。今回からドラゴンクエスト2ファミコン版、これをやっていこうかと思います。では、やっていきましょう。スタートで、ファスト。スタートボタンを押して、名前はチャンネル名でいきましょうか。時に1の方をやったので、ファミコン版。続けて2もということで、この名前でやっていきたいと思います。これパーティーメンバー、名前変えられたっけかな？多分昔変えた記憶ないから変えられないと思うけど。アーゴンの軍団が、ムーンブルクの後ろを、神を呼び出して、世界を破滅させる気です。対策をということで、勇者ロトの血を引きし者。行きましょうか。ついて前で言ってるけど、今回からは、向きを選ばなくても大丈夫になっている。進行方向に向かってちゃんと話をしてくれる。さて、宝箱。仲間がいるはず。で、基本、攻略サイトに関しては、当面ミスで、ちょっともうマップダンジョンで迷った際にはね、見ようかなと思ってます。そして、まあそれ以外に、今、ドラクエウォークやっていて、そこで、このドラクエ2の進行の流れみたいなものがね、わかるようなコンテンツあるので、それを見ながらやっていこうかなと。左側にリリーザね。どうするかな？もうとっとと行くか、それとも全部聞いていくか。今、お金は、強さ。50ね。あの鎧しかない。もうちょっといいものを装備させてくれてもいいんじゃないかとかね、思ったりするけど。まあ、ちなみに、レトロフリークでやってるんで、10年前ぐらいに Wii に出た、ドラクエ25周年の1、2、3セット。あれを、確か Wii U 時代に遊んだみたいなね。それが10年前ぐらいなので、10年ぶりぐらい。もう遊ぶね、機会はないかと思ったけど、こんな形で遊べるようになろうとは。妖怪尋ねなさい。なんでこの人たち閉じ込められてんの？別に牢屋ってわけじゃないか？多分鍵はまだ開かないと思うんで。で、ここも開かない、こっちも開かない。あと、そうでね、鍵の場所が多分わかんない可能性があるので、そのあたりも情報見ないとダメかもしれない。今、武器持ってないよね？道具、あ、持ってる持ってる。あー、戻んなくていいんだけど。そっかそっか、ワンと比べて、この、当たった段階でも入ってしまうんで、場所。当たらないようにしないと。で、リリザの町ね。町だか村だかわかんないけど。いやー、音楽いいね。まあ、今現在のリメイクされてるバージョン、多分任天堂スイッチに出てると思うけど、それでやるか、それともファミコン版買ってやるかとかね、迷ったけど、やっぱりファミコン版のこの音楽を聴いておきたいとね、いうこともあったので、ファミコン版でやることにしてます。それから結構この戦い苦労したような記憶があるけど、それでも一発で倒してるね。回復とかができないから、薬草を持ってかないと。どのレベル帯で西側行けばいいかが悩ましいけど。スライム3匹。結構持ってかれるか？それでも一発で倒せるから、計算はしやすいよね。いや、一発で倒せない！変に長引かせると、なので、最初どれぐらいだったか覚えてないけど、しかも2ポイント食らう。これでレベル上がってくれればいいけど、そんなことないか。素直に戻りましょうか。まあ、このあたり、やっぱりこの向きも選ばなくていいっていうだけでもね、すごい遊び心地が変わったかのような気がする。1作目と比べて。直近にファミコン版遊んで、また4、5、6もね、1年前ぐらいに遊んで、ゲーム実況上げてるんで、まあ、よろしければそちらもご覧くださいということで。それもあったんでね、6を今までやってなかったので、6をやって、その流れで5をやって、4やってみたいな感じで、天空シリーズ終わらせて、で、
直近ドラクエウォーク始めたこともあってね、もともと1、2、3やろうと思ってたけど、ドラクエウォーク始めたこともあって、ドラクエ熱がね、自分の中で高まったので、これで、2、3は以前から買ってたけど、1も買い直して、その時1買ったらもう2000円ぐらいのファミコンカセット、箱説明書なしで売ってたんで、これを買って。だけど2、3に関しては結構前に買ったはずなので、1年前ぐらいにね。まだそこまで高くはなってなかったと思うのと、単純に、販売本数がね、多かったはずなので、それで、物自体はね、大量にあるから、あんまり高くなってないような気がする。今現在はね。まだ確認してないけど、値段は。ということで、波くじ出てきて、こんなところかな？まあ、多分4ぐらいになったら行っても大丈夫だと思うので、レベル4まで上げておこうかと思います。では、レベル3になったので、行こうかと思います。4まで上げようかと思ったけど、結構時間かかりそうなんで。で、ドラクエウォークだと、一気にもうサマルドリアの城目指すみたいになってるんだけど、とりあえずリリザ行って、このあたりね、リメイクによってストーリー多分変わってる可能性もあるので、リリザに行かなくても、サマルドリア一気に行ってもね、問題なかったり、元々のね、流れがそういう風にね、変わってたりする可能性あるんで。よくないね。一応薬草二つ見つかってあるんで、多少食らっても、たどり着くとは思うけど。あれかな、最初にサマルトリアの城で王子の話を聞いて、それで王子がいないから、リーダーに行くとか、こんな感じだっけかな。でも、話自体は、ああ、どうだろう。リリザの話もあったけど、各国の王子、王女をね、探しに行けみたいな話もあったから、最初にサマルトリアでも間違いないのかも。で、そこでもう出かけたことを知って、リリザで合意という流れもね、なんらおかしくないんで。結構ダメージ食らってるね。そしてこのエンカウント、それでもこのエフェクトがね、単純だから戦闘自体には時間かからないんで、この点はね、5とか6と比べてこういう風に敵とぶつかってもあまりね辛く感じはしないけど、それでもちょっと待って2歩3歩歩いてこれだからな、逃げてもよかったけど、せっかくだから倒しましょう。よくないね。3ポイントも今ダメージ食らった。さて、レベル4になって、まあ、ここまで上がれば、問題なくいけるんじゃないかな。首引きあるけど、使う場所まで行くのに結構、時間かかりそうだから、この間薬草をね、買っておけないっていう可能性が。リリザの街。毒の怪我をすると歩くごとに体力がなくなる。で、ここ、教会。あ、教会で今回あれじゃないかな。復活の呪文。あ、そんなことないか。あれとなると復活の呪文、城まで戻らないとダメ？西に行くと祠。多分レベル8とかそれぐらいで行けたと思うので、まずはサマルトリアの王子を仲間にした後に、レベル上げて。で、さらにこの西側にも、何かしらの、洞窟があったはず。こっちが武器防具。使えるものは銅の剣が持っている川の盾かな。この辺りもちゃんと装備品整えてから先に進むか、それともそうじゃないかね。難易度やプレイスタイルの違いとかで悩ましいところあるけどね。あ、キメラの翼ね。では行きましょうか。
側。こっち側だと思う。ナミクジ2ポイントね。結構食らうね。さっきまで3ポイント食らってたけど、多少は、受けるダメージは減ってるような気がする。戦ったことによって。うん、昔遊んだ時はこの、拠点との間が結構広いかなと思ったけど、そうでもないね、これね。サマルドリアも多分すぐ着くでしょ。行くのにもね、苦労した記憶があるけど。やっぱり新しいね、プレイをする際は、先がわからないからね。その分、おっかなびっくりで、この一歩一歩が長いように感じてしまうけど。あ、それでも長いな。どこか出かける際にもね、行きはすごい、いろいろ考えながら進むけど、もう帰りはもう、とっとと帰ってきたりね。一回行った場所だとね、スムーズに行けたりするけど。最初の一回の移動が、なかなか大変だったりする。精神的にね。こっち側だよね。ちょっと待って。ん?ん?どこだ?確かマップないはずだよね、これね、この、ゲーム。もしかしたらファミコン版の説明書が、任天堂のサイトにね、載ってる可能性あるから。Wii U の時代にバーチャルコンソールで出たタイトルは、説明書が全部用意してあるはず。わー、ちょっとわかんなくなったな。これ帰るのも大変だぞ。もうちょっと山際見るか?でもそんなはずだったって記憶ないんだけどな。ここで迷う。あー、まあ、山の方は、違うような気がする。アイアムアント、3ポイント。これ一発で倒せるかどうか。一発で倒せるね。それでも一人パーティー大変だね。一応薬草はあと二つあるんで。北に街道、登ってきみたいな感じだったから。このまま北に行くのか。北東っていうね、イメージが個人的にあるんだけど。あ、ここ、これ強い敵出てくるとかそんなことない?いやー、これ違うような気するけどな。あー、でも、ドラキーは出てくるけど、ナメクジも出てくるから、ドラキー3ポイントね。多分、ファミコンの説明書だとね、マップが載ってるはずだから、それ見れば一発でわかると思うけど。に説明書用意しておくべきだったかもしれない。いや、ここまで行くなんてことありえない。山の東側になってるから幽霊。いや、絶対違うぞこれ。別に一人旅をしたいわけじゃないので、そんな縛りプレイをしたいわけではない。北経由で戻れるかどうか。また幽霊。うん。まあ、それでも一発で倒せるね。あれは抜けられそうにないな。ローレシアまでも無理そう。で、ここ、この山のところ多分強いのが出てくるんじゃないの?南側。倒されてもいいから、ローレシアに戻るって手はないわけじゃないと思うけど。多分、ローレシアから北行った方が、わかりやすいと思うんだよね。出てこないでくれよ、敵。あ、まあ大丈夫か。橋を越えると強い敵が出てくるってね、一作で言われてるから。この二作目もね、そんな感じかなと思ったけど。そうではない。うん。無事戻れるかどうか。
まさかここで。こんなとこで迷う？普通。信じられないんだけど。多分見てる人の方がね、なんでこんなとこで迷ってんだとかね、思ってると思うけど。逃げられた。で、逃げた際に、別の敵には攻撃やってくれないか。何作目からなんだろうね、そのあたり。治ったというか、正しくというか、わかりやすくなったのはね。勝手に他のターゲットの敵を狙ってくれる。そうなったのが何作目なのか、すごく気になるけど。どんどんと、いい感じにね、回収されて今に続いてるからね。さて、薬草買いましょう。多分一個だけしか使ってないはずなので。今度こそは、いや普通に街道を渡っていけば、もう城があるみたいな感じだと思ったけど。草原のところずっと北行ってもね、なかったんで。今度はこちら側から。それでも山があって、いや、毒入るってことはないよね。アイアマント一発で倒せるか。倒せる。レベル5とかそこら辺まで上がってしまいそう。もう一定時間で、リリーザだけか？リリーザの町に、アマルトリアの王子が来てくれればいいけど。でもこれもし西側だと、自分の記憶が全く違うというか、リリーザから北東側というね、そういうイメージでいたから。いや、エンカウント長すぎるって、長いというか早いというか。どうなんだろう、ここら辺のエンカウントも含めて、クーが難易度高いっていう風に言われてるのか、それともそうじゃないのかが、わからないけど。あー、ここ上。あ、違う？うわ、ちょっと待ってよ。そんなバカな。わからないなんてことある？うん、レベル5まで上がった。たら1ポイントか、面白くないね。本当に？まあ、でもここ、このまま西側行くと多分洞窟があると思うので、これ逃げれたら逃げたい。逃げれた。なるとこっちが、あったいや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 、まさかの、初手からの大冒険になってる。王子を探すためにこんな苦労しようとは。うん。まあ、いずれに、ああ、もう、一歩歩いてこれか。逃げましょう。ようやく到着。まずここは道具屋。よくよく考えると結構みすぼらしい城でね。南の空が赤く燃えるのを見た。ムンブルクの城。いやー、長い戦いだった。王子様はなんと魔法が使えるとか。だからは強くない。これ木のところも入れるんだね。で、牢屋。牢屋も何か教えてくれたような気がするな。牢屋越しに話しかけてください。どっちが早い？両方ともそっぽ向いてんだけど。これは来ない？来ない。勘弁して。うん。銀の鍵を手に入れろ。銀色のドアはそれで開く。
こっちの人は何だろう。何を教えてくれるか。まあ、なんでそっちが行く、まあ、どうなんだろう。昔もこういう風に回ってたのかな。来るか来ないか。一向に来る気配ないんだけど。早くして。あ、ちょっと待って。上だ、よし、ようやく。世界を破滅するんだ。うわ、こんなどうでもいい。盗みぐらいいいじゃないかっていう。そんな話を聞きたくて、ずっと待っていたわけじゃないんだけど。ここだと、あ、違うな。復活の呪文聞けるかと思ったけど。となると、これは金の鍵か。で、あとは牢屋の鍵。トンヌラー王子。妹君のお部屋。色が同化してるね。割とのんきもん、寄り道をしたりするんじゃないかな。友達ではない。物を売りに来たんでしょ。うん。ではくれない。遥か東に勇者の泉が湧く洞窟。勇者の泉。遥か東というのはもう陸伝いなのかそうじゃないのかもわからないけど。127ね。勇者の泉のはずじゃ。え、東が池なの？あ、復活の呪文。この長い文字。今はもう動画とかね、スマホで写真楽に撮れるから、なんとでも対応できるけど、昔は全部手書きだったからね。字が綺麗な人だったらいいんだけど、汚いとね、何を書いたかわからないみたいなパターンがあるから。え、じゃあ、リリーザの町の後は勇者の泉？東というのもどの辺りまで行くのか分かってないけど。うん。このままなんかでちょっと場所を覚えとかないと。リリーザからまた。タマルトリア行こうとした際にね、わからなくなる可能性がある。あと名前トンヌラだったね。結構有名というか、よく聞く名前。ここで、なるほどね。ああ、ここから自分北斗行ったからダメだったのか。あれ、いないんだけど？ここに座ってんじゃなかったっけかな。じゃあ勇者の泉という場所を行かないとダメなのか。ドラクエウォークだとサマルトリアの城行った後にリリザの町目指すみたいなね、案内になってるから、こっちが来れば問題ないかと思ったけど。で、お金余ってない。キメラの翼買っとくか。まあ、もしくは倒されて戻ってきてもいいかなっていう感覚でやっていきましょうか。まあ、それならばキメラの翼買った方がいいか。あ、ダメだ。物持てない。一作目の方は、薬草とかをね。うわ、出て即座。一作目の方は薬草とか、個数、どんどん数字が増えていって、そんな感じで持ってたからね。鍵とかもね。退化したかのような。薬草一個一個表示ってのは。東側ね。そっか、こんなワンクッションあったんだ。もうサマルドリア行ったらいないから、リリザ行って王子発見みたいな、そういう流れだと思ってた。こんなにも長く一人旅させる？あれ？どっちだっけ？ちょっと待って。あ、そこね。いやさ、街道ぐらいちゃんと整備してよ。前をちゃんと平野にしないと。なんだろうな、昔考えられてなかったのかな、そのあたり。
をこんなにも複雑にするね、必要性が全くないと思うけど。バブルスライム、先にバブルスライム。毒は受けてない。あー、2回か、よくないな。だすると倒される可能性ある。これだもんな。なぜか多分10人ぐらいダメージ与えれば一発で倒せると思うけど。うん、かわされるが一作目と比べてあまりないような気がするので、この辺りは戦っていて数字が読みやすいというか。じゃあ行きましょうか、東側。勇者の泉ね。もういっそのこと妹が仲間になって魔法を使ってくれればね、いいのにとか思っちゃうけどね。気をついでるんであれば使えそうな気もするけど、どうなんだろうな、下の方かな。このナメクジ、あっさりと倒すことができている。どこだどこだどこだ、この砂漠の先で合ってないか。あー、橋越える。いやー、複雑すぎる。あったあったあった。敵出なかったからよかったけどね。で、このエリア切り替えの際に敵がよく出るというのは、全然出なかった。出るかなと思って待ち構えたけど。下から行くか。アイテム持てないんじゃないかな今。薬草ね。諦めた。あー、なくなっちゃうの。なるほど、残るかと思ってた。で、薬草使ってからまた取ればいいかなとかね思ったけど。あ、ここあれか、敵出てこないタイプかな、もしかしたら。ここも使っとくか。お金、一作目も最初のダンジョンはね、敵が出てこなかったので。ああ、出てくるじゃん。左から行きましょう。ヤマネズミも強いね。3ポイントダメージ。ドラキーは一発で倒せない可能性があるから。いや、倒せるか、問題ないか。それでもあまり敵は出てこないから今は気分が楽。あとあとこれがどうなるか。あ、誰これ、人がいるけど。勇者の泉だから HP 回復効果とかね、ありそうな気がするんでね。なので帰りは回復してから帰れると思いたいけど。勇者の泉で体を清めてもらったか。いいえ、それはいかん。うん、ローレシアの習わしを知ってるってことは、この人何なんだろう。ローレシアの後ろのものなのか。ダメか、一発じゃないか。となるとレベル6ぐらいは上げないと、もしくは武器を買わないとか。昔どうだったんだろうね。まあ、だからこそゲーム実況でね、どういう状況だったか記録できるっていうのはね、ありがたかったりするんでね。昔はちゃんとアイテムを揃えていったのか、それともこういう風にね、銅の剣でこの辺り回っていったのか。自分は普通ファミ版をやってないから、この辺りもね、どういう変化があるかとか、ちょっと興味あったりするから、
スーファミ版もね、買ってしまおうかとかね、思ったりするけど、先にこちら側。薬草。アイテムくれるんであればまだ薬草使っておきたいけど。うん。今頃、ローレシアのお城に向かっている。これ。回復効果ない。駄菓子はない。あ、回復効果、多分。回復してるでしょ。うん。で、ここで、キメラの翼使えるかどうか。あれ？買ってなかった？え、なかったかな？あったような気がするけどな。じゃあ、戻るだけ戻っておきたいと思います。さて、ここ戻ってきて、アマルトリアの王子いるね。ちょっと全体的に画面が黄色くなるから、一旦宿を止まりましょう。では、いよいよ、会話。アマルトリアの、コンヌラ王子です。いやー、探しましたよ。こっちの方がね、探したよって言いたいけど、力を合わせて、共に戦いましょうということで、無事、一人目、仲間にすることができました。直近ね、レトルフリークがフリーズしたのでどうなるかと思ったけど、まあ、なんとか仲間にすることができて、260ゴールドあるので、で、このサマルトリアの王子、何装備してるか、本棒からの鎧、早く動いてくんないか、どっちでもいいぞ、動くの。うん、こっちが両方動かなくていいんだけど。あー、260。鎖片びらとか鎖鎌までちょっとレベル上げやっとくって手はあると思うので、では今回はこれで終えて、次回ある程度レベル上げた後にまたスタートをしようかなと思います。また次回再生リストなどから続きご覧いただけたら幸いです。ではでは。